実篇者19による、天の弱の、ガーマの弱は、悪鬼神もしくは高に、また、日本の妖怪の一種とされる。科白、解弱ともかく。仏教では、人間の煩悩を表す象徴として、四天皇や宗根合紙に踏みつけられている悪鬼、また四天皇の一である、美沙門天造の鎧の腹部にある鬼面とも称されるが、これは、鬼面の鬼が、 中国の花白という水木に由来するものであり、同じく中国の水木である海若が天の弱と訓読されるので、日本古来の天の弱と集合され、足元の鬼類をも指して言うようになった。日本古来の天の弱は、危機にある雨若彦や女神天元ト女に由来する。雨若彦は吉原、中国を平定するために、天照大臣によって使わされたが、勤めを忘れて、 大国主審の娘を妻として8年も経って、戻らなかった。そこで次に、キジナナキミを使者として、アメワカヒコの下へ遣わすが、アメワカヒコは仕えていた、天元無女から告げられて、キジナナキミを矢で射殺する。しかし、その矢が、天から威返され、アメワカヒコ自身も死んでしまう。天元無女はその名が表すように、天の動きや未来、 人の心などを探ることができるシャーマン的な存在とされており、この説話が後に人の心を読み取って反対にいたずらを仕掛ける子鬼へと変化していった。本来、天元無女は悪者ではなかったが雨若彦に告げ口をしたということから天の邪魔をする鬼、つまり天の弱となったと言われる。また、雨若彦は天、若彦や雨若彦とも書かれるため、 仏教また中国由来の解釈と集合されるようになったものと考えられている。江戸時代の百科事典である和漢三歳図絵では、仙台九字本義からの引用として、スノオが吐き出した体内の猛気が天虐ごとという女神になったとあり、これが天の弱や天狗の祖先とされている。民間説話においては前述のように、人の心を察して口真似などで人をからかう。 妖怪とされるが、地方により伝承が異なる。秋田県平賀郡、茨城県稲敷郡、群馬県大浦郡、静岡県田方郡などでは、人の声を真似ることから、小玉や山彦が天の弱と呼ばれ、山中の声の反響は天の弱が声を真似しているなどという。栃木県芳賀郡、富山県西都並郡、岐阜県加茂では山坊を指して天の弱と呼ぶ。神奈川県、 箱根や静岡県伊豆では、天の弱は巨人のようなものとして伝えられており、かつて天の弱が富士山を崩そうとして失敗し、その時に運び出した土がこぼれてできたのが伊豆大島だという。岡山県久米郡中央町では、天の弱が二条山を高くしようとして石を積み上げたが、完成間近で夜が明けたために失敗し、兵庫県高郡では天の弱が 山々の間に橋を作ろうとしたが、同様に失敗したといい、これらの地方では、山の上に自然石が転がっている場所や、製作者のわからない石垣などは天の弱によるものとされている。岩手県九古郡では、天の弱が炉の灰の中にいるといい、東北地方では、天の尺は、さなぎのこと、秋田県仙北郡角野岳では、茶立虫のこととされる。また、 同県の平賀郡での俗心では、栄治は天野弱が子守りをして泣かせないと言われていた。うりこびめなど昔話にも登場する。長野県南作郡の小海の奥のカッポウというところに天野弱がいた。大きな体をしており、一気に一山越えて手桶けをついたので、その跡がある。また付近には天野弱の足跡も残っている。 人の心を見計らって、いたずらを仕掛ける行為とされることから転じて、現代では、他者の思想、言動に逆らうような言動をする、ひねくれ者、つむじ曲がり、を指して、甘野尺と称されるようになった。映像作品上のキャラクターとして添加される際にも、この性格が押し出されることが多く、一例として、特撮作品、ぐるぐる、目玉んでは、仲間内に対立を招くキャラクターとして、 忍者戦隊カクレンジャーでは人々を意地悪にして騒動を起こす仇役として登場している。ありがとうございます。